力最大。今日みんなに魅力を知ってもらいたいパラスポーツはボッチャよ。ボッチャは目標となる白いボールに向かって赤と青のボールを投げ合い、どちらのボールが近いかを競うカーリングに似た競技です。どう？面白そうなスポーツでしょ。彼女はパラスポリサーチ、ルールを知ればもっと楽しめますよ。彼はパラスポジャッジ。さらに選手たちのことを知ればきっと応援したくなるはずさ。彼はパラスポアピール。千葉ボッチャクラブの鈴木選手にボッチャとの出会いを聞きました。僕は小学校から高校まで特別支援学校に通ってたんですけど、特別支援学校の高等部になるとボッチャ部っていう部活動があって練習してました。高校を卒業してしまうとボッチャに触れる機会がなくなっちゃうなって思って、いろいろ調べてたところ、千葉ボッチャクラブを見つけたので、最初見学に来させていただいて、こちらに入部しようって決めました。だからパラスポーツは面白い。ボッチャ副音声はパラスポリポートがお伝えします。ボッチャってどんな競技？ボッチャは重い障害のある人たちでも楽しむことができるスポーツとしてヨーロッパで考案されたのよ。1984年のパラリンピックアイルズベリー大会で採用され、2016年のリオデジャネイロ大会ではなんと日本代表チームが銀メダルを獲得しているの。すごいでしょ。競技はジャックボールと呼ばれる白い目標球にどれだけ多くのボールを近づけられるかを競うもので、氷上で行うカーリングに似ているスポーツと思ってもらえればイメージしやすいかもしれないね。ちなみにボッチャはイタリア語でボールという意味なんだ。競技は障害の程度によって4つのクラスに分けられています。クラスによって投球方法などに違いがあります。試合は個人戦と団体戦があり、どちらも男女混合で行われます。また団体戦には2対2のペア戦、3対3のチーム戦があります。ボッチャは例えば障害でボールを投げることができなくてもランプと呼ばれる補助具を使い、アシスタントに協力してもらうことで参加できる競技。ランプはボールを転がすためのスロープです。中にはボールを足で扱う選手やヘッドポインターという用具を使って頭で競技を行う選手もいるのよ。このように障害の程度に関わらず、より多くの人が楽しめるのがボッチャの魅力なのよ。ここからは私がボッチャのルールを大変分かりやすく説明いたします。競技が行われるコートは 12.5m×6m で、スローインボックス、ジャックボール無効ゾーン、そしてジャックボールを投げ入れるエリアに分かれています。試合では最初に赤色と青色のボールを6個ずつ持ち、スローインボックスに入ります。スローイングボックスは全部で6つあります。まず先行の選手が的となる白色のジャックボールを投げ入れます。同じ選手が自分のボールをジャックボールに向かって投げます。次は後攻の選手がボールを投げ入れます。2球目からはジャックボールに遠いボールのチームから順にボールを投げ入れていきます。選手全員のボールがなくなれば1エンドが終了です。勝敗はどうやって決めるの？では千葉ボッチャ協会の宮坂さんに勝敗や得点について教えていただきましょう。
まず一番近かったら勝ちなんですね。じゃあ何点入ったとかっていうと、その負けてる方のボールのその的のボールに近い距離の中に勝ってるボールが何個入ってるかということで点数数えます。はい、今ですとあの状態ですと赤が青いボール負けてますけども、その中に一番近いのが1個赤が入ってますので赤1点の勝ちというような状態になります。赤より内側にいる青が1個の場合は1点、2個の場合は2点、3個の場合は3点となります。ボッチャでは障害によってランプを使う選手もいるけど、その時のルールはどうなっているのかな。ではこれも宮坂さんに教えていただきましょう。介助者の人がいる BC3 のクラスは介助者の方で選手にもっとこっちじゃないとか指示するとそれも反則も、これ介助者 の試合になっちゃいますんで、必ずあの選手が指示をしてその通りにロボットのように動くという、それを反則するとあの選手の試合じゃなくなっちゃうので、それもしっかり見られてますね。ボッチャの魅力は何といっても試合の駆け引きと戦略にある。例えばジャックボールをどこに投げるか一つでも、遠くに投げるか近くに投げるかで試合の展開は大きく変わる。このようにどんな戦略を立てるかによって試合の勝敗が左右されると言っても過言ではない。また最後の一球で相手のボールを弾き出し大逆転するなど、最後の一瞬まで気を抜くことができない手に汗握る試合展開は選手だけでなく観客にとって見応え十分だ。選手たちにもボッチャの魅力を聞いてみました。新井選手と母親の英子さん、自分でやっていて自分の思う通り思うところにボールが行く、ぴったり行くとそれはいい。伊藤選手、自分のね投げたいところに投げようと思ってもうまくいかない時とか、あとこう投げてうまくいかないなと思っても、なんて言うんだろう、こううまくいく時があるんですよね。そういうところがあるかなと思いますよね。鈴木選手、1球1球投げるごとに展開がすぐ変わっていくので、最後まで試合の結果がわからないというところが、やってる選手としてはもちろん緊張感はあるんですけども、見てる人たちも面白いな、どうなるんだろうって興味を持って見てもらえるところかなと思っています。ボッチャの面白さは選手たちそれぞれの投球フォームにもあります。手で投げる選手、ランプを使う選手など、選手たちは自分の最も投げやすい方法でボールを投げます。各選手投げ方は違っても、そのコントロールの正確さには驚かされます。2016年開催のパラリンピックリオデジャネイロ大会で銀メダルを獲得した日本チームの次なる目標は、もちろん自国開催となる東京大会での金メダルしかありません。そして選手たちがもっともっと強くなるためには、みんなの応援が必要なの。みんなの応援が必ず選手たちに伝わり、それが大きな力になるはずさ。新井選手と母親の英子さん、パラリンピックに出たいとか、パラリンピック目指して頑張ります。鈴木選手、ボールを投げたりするとやっぱり体の緊張が強くなってしまうところが大きいので、自分の苦手なところではあるんですけど、そこを頑張っていけたらなって思っています。伊藤選手、優勝したことないんですよね。だから、まあ、一度優勝したいなっていう気持ちはあります。みんな最後まで見てくれてありがとうね。もしルールでわからないことがあったら、もう一度このビデオを見返してください。
今度は試合会場でその面白さを体感してほしい。だからパラスポーツは面白い。ボッチャ。